こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。この歯になりますが、他の歯医者さんで抜歯と言われ来院されました。しかしレントゲンの審査の結果、審査診断をし抜歯する必要はないと考え治療を行います。ここの歯が虫歯で削った跡があります。そしてこちらは残っています。しかし中がかなり虫歯が大きいようです。そしてこれを鏡で反射させると、このように中にセメントのようなものが、詰まっているのが、分かります。そしてこれがセメントみたいなものですね。それをほっぺたを避けながらキーンという、よく皆さんが嫌がるもので、タービンというものですが、それでこれを除去していきます。ミラーに反転させて除去していきます。水を出すとこのように視界が悪くなりますが、天然の歯を削らずにその仮の蓋だけをしっかり除去していきます。あなたの大切な歯を抜かない、抜歯しないという考えのもとに治療を行っています。そして橋本歯科では麻酔薬を置いておりませんので、麻酔をする処置は行っておりません。それが本当に必要かどうかを患者さんと共に考えていきます。そして器具でこのように除去し、残っている歯を削らないようにその蓋だけを除去していきます。そして中にこのような綿が詰まっているのが分かります。これは何やら虫歯らしきものもあります。このようなところは削らずに器具にてこのように弾きながら除去していきます。そうすると中が虫歯があるのが分かります。このところも器具で弾いて除去していきます。そしてさらに周りのものを除去していきます。どのような治療が行われたかをしっかりと把握して治療を進めていきます。時間はかかりますが丁寧に行っていきます。でこの仮に詰められたものを外していきます。これが歯の中の現状です。我々歯科医師が歯の治療と称して虫歯を取り、神経を取り、ここにゴムを詰め、そしてその後中が化膿し外すとこのような状態になっています。そして抜歯となるわけです。そのようなサイクルを遮断するために最大限の努力を行っていきます。麻酔は一切この処置に関しても必要はありません。